さんこんこにちは、速化塾のですあのグーグ e からの警告の件なんですけどもね私の場合は多分1回目はね、あのー、感染症のことを扱っていましたんでこれはしょうがないかなと思ったんですけども2回目はね、あのー、よくわかんないんですよ。っていうふうなタイトルでその内容ってのはあのー、なんですかパパママプロジェクトって言ってね、あのー、身寄りのない 子供たちとかそれから経済的にお父さんお母さんが苦しくって子どもを学校に通わしてあげられないっていう風なねカンボジアの、うん、そういったね子どもたちにあの年間1万円でそれで学士援助ができるよっていうことだったんでそこに参加したっていう動画を撮ってまあ何て言うんですかね本当の子どもではないんだけども子どもを育てるように他国の子どもにそういう風な援助をしてるよっていう動画だったんでどっちかっていうとね 警告を喰らうっていうよりも、なんか、褒められてもいいような感じだったんですけどね。まあでももしかしたら人身倍に関わるっていう風に判断されたのかもしれません。まあ私もね、吉谷さんがね、あのー、なんていうんですかね、警告に維異議申し立てをしたら、その瞬間バンされたみたいなことがあったんで、まあここはね、うん、異議申し立てをせずに、まあ1万4000人のチャンネルですけども、いつなくなってもいいような心構えをしていこうかと思います。 1万4,000人のチャンネルっていうと一つの事業体です店や工場を持ってるようなもんなんですよそれが突然空襲で爆破されたような感じになると思いますけどもでも今までもね私ねやっぱりこう何年もやっていた店とかを何軒か閉めてますんでそう考えたらそこでつながったお客さんとか業者さんとか社員とぶ分分かれてきましたんでねなんか積み上げてきたものをなくすっていうものに関しては、まあ、やっていけるんではないかなと思いますたね まああのー、1万人以上のチャンネル登録っていうのは非常に少なくって YouTube をやってる方の全体の1%未満だそうなんですよですんでそのトップ集団にいる私がそのチャンネルを手放すことは非常に痛いんですけどもで反面ね本当に YouTube を育てる力があるんだったらまた1万人のアカウントできると思うんでやっていこうかと思いますよねただやっぱりね2万本以上アップロードした動画ほとんど記録を取ってないんでなんか自分の財産とかね うん、例えば私が40代にやったこと全てが入ってるんですよそれを将来大和くんが見てくれればなと思ったんですけども私が人生を変えた瞬間が全て入ってますんでねそれがね思い出話にしか話せないのが痛いですよね証拠がなくなってるのが、まあ、そのぐらいですかね、はい、ああどうもメッセージありがとうございます